あーそうか、なるほど、そういうことか。あーわかった。興味ないけど一応聞いとくね。何してんの？あのね、すごく大変なことに気がついたんですよね。人気店数ある中でね、一つの共通項を僕は見つけたんです。共通項？そうなんです。それは何かというと名物ですから、このカフェにも何か名物をこう出したら人気が出るんじゃないかと。今更ですけどね、何を考えてんの？あ、よく聞いてくれました。ウインナーコーヒーって知ってるでしょ。僕が考えたのはね、あの船寿司コーヒー。いまいち。え、船寿司とコーヒー、そう、これはね、これはもう絶対ね、気に入ってもらえると思いますよ。あのね、近江牛ね、あれのね、あの牛タン、牛タンをこの縁からこうベローっとね、牛タンだけにベローっとね。うわー、いまいち。お肉はお肉、コーヒーはコーヒーにして。ん？このカフェには変な名物マスターがいるから、もうそれでいいじゃん。照れるな。褒めてない。名物は名物でも、名って迷う方の名じゃないですか。うわー、うまい。迷ってばっかりなマスター。ベローンってこうなってるのもね、ラーメンであるのにね。ダメだと思います。まあ、確かに船寿司とか近江牛とか名物ってお店にとっては大切な要素の一つかもしれないですね。そうなんですよね。いろんな地域にですね、名物特産品ってありますから、はい、今回ビズラボでご紹介するお店も名物と深い関わりがあります。のりまつ食品吉井商店です。近江八幡名物に迫りますよ。ん、近江八幡の名物、あ、これ当てに行きますよ今回は。近江牛でしょ。違います。あ、違う。あ、なんか、いや、ん、でっちようか。ん、どうかな。いけた。ちょっとじれったいな、早く知りたいな。ビズログでご紹介するのはですね、今注目のビジネスワード NFT というものなんですよね、はい、この NFT というのはビジネスの世界でも、うん、それから資産運用の世界でも活用が期待されてるんですけれども、うん、なんせ NFT をですね、理解すること自体が難しいものなんですよね。滋賀経済の最後まで見逃せませんよ。滋賀県内のさまざまな企業にフォーカスするビズラボです。今回は近江八幡市にありますのりまつ食品吉井商店、通称のりまつ、ご紹介します。名前を聞いてピンときた方も多いと思いますが、うーん、近江八幡市の名物なんですよね、はい、もう早く知りたいな。僕もう待ちきれない。ん、早速 VTR ご覧ください、滋賀県中部孤島に位置する近江八幡市。1585年、豊臣秀次は信長の死後、安土城下の民をこの近江八幡に移し、城下町を開きました。ちょっと、名物はまだですか？もうせっかちさん。はいはい、わかりましたよ。名物は八幡赤こんにゃく。初めて見たという方、驚きました？近江八幡でこんにゃくといえば、この赤いこんにゃくが当たり前。城下町の一角にあるのりまつ食品吉井商店、通称のりまつ。近江八幡で赤こんにゃくを製造しているお店です。本当に皆さんがびっくりするような真っ赤なこんにゃくなんですよ。これはもう日本中で探してもこの辺だけしかなかった。生まれながらにしてこんにゃくは赤いもんだと思ってましたし、おかしな話、うちの娘が教祖の学校へお弁当に赤いこんにゃく入って持っていくと、あ、マグロの刺身持ってきてんのっていうふうに間違えられると。なぜこんにゃくが赤いのか、そのわけは織田信長とゆかりがあるのではなんて言われています。近江八幡に春を告げる詐欺町祭り、もともと安土城下のお祭りで、信長も赤い長襦袢で踊ったと言われています。この勇壮な祭礼にちなみ、こんにゃくも赤く染められたと言いますが、諸説あってその真意は定かではありません。
天保7年創業の海苔松。代々赤こんにゃくを作り続けてきました。時代のニーズに応えて機械化されて、でもこの機械化の中にもやはり昔の良いところを残し、昔の八幡こんにゃくというのを継承していくために努力はしてます。こちらが赤こんにゃくの製造現場。原料には厳選された群馬産のこんにゃく芋を使用。こんにゃくを練り込むのはバタバタと音がするので、バタ練り機と呼ばれる昔ながらの器具です。赤色に染めるため、昔から使われているのは3に酸化鉄。大型機械では作れない細かい空気の泡ができ、その気泡が味しみの良い滑らかなこんにゃくを作る秘訣だそうです。ところが昭和46年、3に酸化鉄が原因で海苔松にピンチが訪れます。当時の厚生省から食品添加物ではないため使用を控えるよう通達されるのです。それに代わるものということで、いろいろ食紅とかいろんなものを考えました。で、まあ、食紅の場合はものすごく派手やから、もっと派手な赤い綺麗な色が、思うような色が出せます。悲しいかな、1週間か10日したら白滝のように真っ白のこんにゃくに戻ってしまうと。試行錯誤を繰り返し、不純物を取り除くことで3に酸化鉄の使用許可を獲得。昔ながらの製法を守ることができました。何でも美味しい赤こんにゃく作りの条件は、決して手間暇を惜しまないことだそう。80度のお湯で、中に含まれている凝固剤や水酸化カルシウムなり、余分な水分とかそういうものを飛ばす意味で、水槽の中で一晩寝かして排出して、そして翌日にこれを包装すると、まあ自分で納得いくこんにゃくっていうのが出来上がる。こうしてふんわりソフトでもっちりとした食感の、さらに中まで味がしみる赤こんにゃくが作られています。近江八幡で今も変わらず親しまれる赤こんにゃく、実はその時代時代に合わせて新しい商品も作られてきたんです。昔からうちのこんにゃくは味しみがよくって調理しやすいっていう特徴とか、お客さんとかに聞いてるんで、そういうことをやっぱり崩さないように。こちらは昭和のヒット商品、味付けこんにゃく。若い方やっぱり炊くのが難しいので、やっぱりすぐにお皿に入れて食べてもらえる、もうかれこれ30年ぐらい前からこの商品を作らせていただいてます。タラの練り物の中に隠されているのは味付け赤こんにゃく、名付けてこんにゃくかくれんぼ。味がついたこんにゃくを入れて練り物したら、ちょっとなんか面白いかなと思って考えたら、まあ結構お酒のあてとか良かったので、はい、販売させていただいてます。こうして近江八幡の赤こんにゃくは今も、何、荻窪先生食べてみたいって、もう分かりました。さあ、こちらが近江八幡の名物、はい、赤こんにゃくです。先生、お待たせしました。はい、大きさがいいですね。一口サイズになってるのが、すごいね、見た目がね、すごく鮮やかなんですよ。味はどうでしょうか。いただきます。うわ、味しみがものすごくいい、食感がちょっと違いますね。プリンプリンです、うん、そうそう、ツルツル。私よく食べてますよ、赤こんにゃく。ちょっと気泡があるのが味があっていいんですよ。染み込みやすいんです。うん、この弾力、プリンプリン。中にね、赤いこんにゃくが入ってる。あ、なるほど、美味しいですね。ビールが欲しくなりましたけど。コーヒーにのせないでね。それでは VTR 続きをご覧ください。
ショッピングセンターアルプラザ近江八幡、滋賀を中心とした総合スーパーなどを展開する平和堂、のり松の赤こんにゃくはこちらでも販売されています。平和堂で赤こんにゃくを扱うわけを尋ねてみました。そうですね、昔から品揃えとしては置いておりまして、まあ、食卓に彩りを添える一品になると思いますし、味付けのこんにゃくも切れてる状態のものとか料理に出しやすいかと思いますので、それを置いてほしいというお声もいただきました。地域のお客様に喜んでいただくことっていうのが私たちのやりがいにもつながってますので、地元というものは非常に、平和堂にとって大切なものであります。近江八幡では定番の赤こんにゃく、でも他の地域では一体どんな反応なのでしょう。東京とか大阪あたりで物産展とかそういうのがあって、最初は気持ち悪がって口にしてくれないと、もうご両親に食べてもらうと、あれ食べてみて美味しかったわ、これ分けてちょうだいって言われる、それがもう嬉しい時ですね。そこで初めて赤こんにゃくを見たという方のために、赤こんにゃくを生かした料理を考えてそのレシピを公開しています。ちなみに今調理されているのは近江牛とコラボした赤こんにゃくの牛肉フライ。ホームページとかパンフレットとかにこのお料理の仕方を載せると、皆さんこうやって使うんやなって思ってくださるので、やっぱりあの色が赤いのでお料理の色のアクセントにすごくなるので、お弁当の隅にちょこっと入れてもらってもいいし、すごく綺麗な色が出るので、それはすごくいいなと思ってます。近江八幡にある久子寿司、地元にこだわった近江八幡の郷土料理のお店です。こちらでも赤こんにゃくが食材として料理に生かされています。第一、おいしいっていうのがあって使ってます。普通のこんにゃくと比べて赤こんにゃくって酸化鉄っていうあの赤い粉、あれを混ぜることによって舌触りがつるんとするんです。こんにゃく自体にはそんなにこう味ってもともとついてないのを、こう料理することで美味しくする食べ物なんで、料理人はそれをこう味付けで美味しくするプラス、こんにゃくそのものがその酸化鉄でつるんとすることによってより美味しいこんにゃく料理になるという話。煮ても焼いても赤色を失わない食材ってそうそうないんですよね。でましてそれが日本の伝統的な食品の中で煮ても焼いても赤いまま、これって食材として非常にこう彩りよく作れるんで、こんにゃく料理に対してはもう赤を選ぶっていう風になってますね。赤こんにゃくで作られたのは、その名もレバ刺し。なんと味付けまでレバ刺し風という遊び心満載の一品。近江八幡で愛されてきた赤こんにゃく、しかし現在近江八幡市内で赤こんにゃくを製造しているのはのり松の一軒だけだといいます。一番心配なのは食生活がだんだん変わってきてまして、やっぱり煮込み料理、時間のかかる料理はこうだんだんこう毛嫌いされるというのですか。こんにゃくの消費量も確かに全国的に言ったら落ちてます。そういう中でやはり近江八幡に関しては冠婚葬祭を問わず、刑事ごとにお祭りごとにしろ、なくてはならない食品の一つである。東京あたりでもおせち料理に赤いこんにゃくを使うからという引き合いとか増えてきまして、とりあえず全国に広げて、もっと広げていきたいなと。唯一無二ですから、引き合いは多くて変わらない需要ですよね。はい、そしてあの赤こんにゃくってですね、酸化鉄で着色してるじゃないですか、はい、ですから鉄分を豊富に含んでいましてね、うん、鉄骨こんにゃくともまあ呼ばれているわけなんですよね。鉄骨こんにゃく、はい、うん、まあ、ですからね、鉄分も多い、それからこんにゃくですから低カロリーじゃないですか、ヘルシーな食品としてもあの活用されてますけれども、あの昔ながらの製法、昔ながらってあの簡単に今おっしゃいますけれども、はい、じゃあね、その時代
あるいはの現代で愛され続ける、ずっと愛され続けるっていうこと自体が、うん、もうとっても難しいことなんですよね。そうですよね。でも全国でも珍しい赤こんにゃくですから、新しい使い方まだまだあるのかもしれません。食ってあの歴史とともにずっと歩んでて、はい、経済を動かす力がありますからね。はい、はい、うん、きっと時代の変化は早いですけれど、コアな部分、芯がしっかりしてたらずっと残っていくんでしょうね。以上、ビズラボでした。ビズログです。経済に関するタイムリーなトピックスを解説コメンテーターの鬼久保さんに分かりやすく解説いただきます。さて今回は、はい、今回はですね、最近注目を浴びているワード NFT をご紹介します。はい、こちら、うん、はい、NFT ですね。はい、知ってるつもりでも説明できないんですよ、なかなか、ね、難しい。あの NFT アートなんてネットでもすごい話題になってますよね。はい、そう、おっしゃる通りなんですよ、はい、こちら、はい、あのアメリカのですね、デジタルアーティストのビープルさんの作品がですね、このオークションハウスのクリスティーズというところで落札されたんですが、その額なんとおよそ日本円にして75億円です。はい、まさにね、時代常識を超えるようなエポックメイキングな作品となってる。でも75億円って金額にもびっくりしますが、ゴッホの絵とかあのピカソの絵とかね、実物があるよっていうのは理解できるんですけど、サザビーズで落としましたよとか分かるんですけど、デジタルアートってピンとこないですよね。はい、まずね、デジタルアートに値段がつくっていうこと自体がすごいことでして、はい、あのなぜかというとね、デジタルアートっていうのはこの複製が結構簡単なんですよ。デジタルですからね、うん、それから改ざんもしやすいってことで、そもそも資産価値を持たせること自体が難しかったんですね。はい、でそれを可能にしたのが今日のテーマなんです、うん、NFT の技術ってことなんですよ。うん、でこのNFT というのはこれそれぞれのアルファベットの頭文字を取っているものなんですけれども、うん、ノンファンジブルトークンっていうんですね。これファンジブルっていうのが代替可能なっていう意味なので、代替できないトークン。はい、マスターのぞめちゃん、はい、分かりますか NFT。 僕のも盗むのは代替不可能なトークですよ。僕のトークはそういう意味ではちょっとちゃうんですか。いや、あのね、結構褒めたいですね。そういうちょっと唯一無二だっていうことでは褒めたい、褒めたいですね。そうそうそう、はい、褒めてないんだよね。NFT ってあの聞いてですね、はい、この非代替性トークンですとか、うん、代替不可能なトークンって言われてももう分からないんですよ。まずトークンが分からない。そう、まあ、理解しようともまあ思えないぐらいですね。はい、この一番最後の、ね、トークン一つを取ってもですね、これご覧のようなあのワードが並んでてですね、これ分かりますか。はい、あのこの時点でやっぱり訳が分からないから挫折しちゃうなっていう方があの多いっていうのが、専門的な技術ですとか専門的なワード、仕組み、システムなんですよね。はい、なので今回に限って言うとですね、この NFT っていうもの、こういった世界があるんだろうなっていうのがうっすらの分かるだけでもいいじゃないですか。もうこのワードを覚えて帰ってくださいぐらいのものでいいと思うんです。ね、だったらどう、マスター。だからトークンを理解するには特訓が必要ですね。そうです、はい、いいでしょう、行きましょう。 そ, の、ね、その調子で行きましょう。はい、これね、大体不可能なってあの僕言いましたよね。これ大体不可能なってことは、唯一無二の、あるいは世界で一つだけのと聞けば、それだけで価値が高そうだなっていうのは、これだけだったらうっすら分かりますよね。うん、はい、うっすら分かります。うっすらね。はい、こんな例をちょっとあの挙げてみますね。はい、はい、ちょっとね、 T シャツに例えてみました。はい、左側、これ T シャツがあの並んでるとあの仮定してください。はい、左側だと何買ってもこれ同じ値段、はい、同じ材質でしたら、まあ替えが効きますから、これだったらあの買う人もまあ大勢いますけどね、うん、あのそんな唯一無二の価値ってつかない。ところが右側に行きましてね、例えばこれスーパースターなんかが、はい、なんかのサインをこう入れてる、それ一点物じゃないですか。はい、ものすごくの貴重価値が高くて、うん、大体不可能な。ちょっとごめんなさい、今回なんか荻窪って書いてあるんですよね。こんなサインなんですか。すいません、知らなかった。いや、こんなに T シャツ全面に荻窪って書きませんよ。多分ね、この場合ってこれ裏に照明って書いてあるでしょ、これ多分ね。この替えが効かないっていうですね、唯一無二のものに関して、うん、世界に一つしかないですよっていうことを証明するための技術、まあ、いわばお墨付きを与えるですとか、うん、一点物ですよっていうあのハンコを押すようなイメージですね。はい、これが NFT っていう世界なんですよ。うん、
はい、そしてこの NFT とものすごく深く関わってくるのが流通経路でよく使われる言葉、はい、これブロックチェーンの技術なんです。出たなブロックチェーン、はいはい、これ またね仮想通貨などでよく使われる言葉なんですけども、はい、これデジタルの世界ですね、うん、はい、でご紹介すると左側に あるこの中央集権型、はい、デジタルの技術の世界の中で真ん中にいらっしゃるのがデータの管理者でありデータの提供者なんですよね、はい、このデータの提供者管理者から提供されたデータを皆さんが使っているイメージなんですけども、はい、管理されているのはあくまで真ん中の一人なんですよ、うん、でこのデータの管理者が何かの拍子でサービスをやめちゃうすると実はこのデータベース全体自体も消滅あっという間にしてしまうものなんですよね。困る、はい、それだけ脆いものですし、はい、あと管理者の意思の中で勝手に改ざんすることができますから、うん、危なっかしいものなんですね、はい、一方でブロックチェーンの方は右型なんですね。分散台帳型と言いますけれども複雑ですね。そうなんですよね、うん、データの提供者管理者はいるんですけれどもこれデータの取引情報すべてをネットワーク上のコンピューターでつなげて共有化してしまってるんですよね、はいはい、ですから提供者であってもこれ改ざんができないようになってる、うん、はい、みんなで監視しているような状態なので世界中で監視していればみんなが証明しているっていう状態が築けます。そして取引情報の履歴も全部残ってるんですよね、うん、それだけ強固なシステムとなっています、うん、これだけすごい技術を使ってますから、はい、この世の中を大きく変える仕組みであるという方もたくさんいらっしゃいますし、すでに既存のシステムを凌駕している、はるかに超えるものだよということで、うん、破壊的なイノベーションだって言ってる人たちも多いんですね。考えた人すごいですね。そうですよ、みんながみんなでこう証明してますから、はい、データがどこに行ってどこから来てるかっていうのは全部分かるという意味で優れてますよね、うん、今注目されている NFT そしてブロックチェーン言葉だけでも覚えておきましょうね。はい、簡単に言うならばですね、はい、NFT っていうのはデジタルの唯一無二の所有物であると。でその所有物の移転っていうのをですね、ブロックチェーン上の技術を使ってずっと追いかけてますよってことが分かってればいいと思うんですよね、はい、はい、唯一性それから価値の移転っていうのをずっと追跡できるので、うん、作家さんなんかが発行したのデジタルアートなんかも誰が所有しているの、うん、誰のところに行ったのっていうのをずっと追いかけられるから、うん、信用性が高いってことですね、うん、はい、世界中で取引の決済が可能ということでも優れていますね。きっとですね、私自身も NFT って何、それからブロックチェーンって何って聞かれてもすぐ答えが難しいところが、はい、SNS で皆さんも使ってますよね。あ、はい、SNS もですね、実は誕生って結構古いもので、うん、2000年代の後半にですね、スマートフォンの誕生にした頃にですね、普及したと言われてるんですよ、はい、諸説ありますけどね。ところが現在になっても、SNS をどういうふうに使われてるか、うん、それから理解がちゃんとされてるか分かんないまま皆さん使ってますよね、うん、NFT とかブロックチェーンもこういうものなんじゃないかなと思います、横文字ばっかりでなんかややこしくなってきましたね、はい、いずれにしてもこの NFT もツイッターとかも SNS とかみんなこの進化によってぐーんと私たちの身近になるかもしれないですね、はい、NFT 知らないのって時代が来るかもしれないですね。そうですね。ですから技術が発展途上なのは間違いないので、はい、法整備それから税金ですね、それから企業が使うというか会計の問題もまだ未整備です。ただ、はい、発展可能性があるということで注目のワードですね。なるほど、私たちを取り巻く環境っていうのはもうすごいスピードで大きく変化してます。わからないやん難しいなんて言ってるのはダメですね。勉強しましょう。以上ビズログでした。さて今回も経済に関わる話題をお送りしてきました。ビズラボでは近江八幡名物赤こんにゃくののりまつ食品吉井商店ご紹介しましたね。本当にですね、はい、赤こんにゃくって長い歴史の中でですね、培われたも大事なものなんですよね、はい、ただそれだけに今の時代になってもですね親しまれるようなですね、努力を続けていかなくちゃいけないというですね、はい、そういった意味で今の時代にも食べやすいようにどういった商品ができるかということを常に考えていらっしゃいますよね。そういった意味ではビズログでご紹介しました NFT、 こちらも時代を考えるとこう分からないな、難しいなって思ってて投げ出しちゃいけませんよマスター。あ、はい、NFT とかけましてね、大谷翔平選手と解きます。その心は
とても代替えは不可能です。ありがとうございます。なるほど、さし唯一無二って大切ですよね、うん、昔はインスタグラムとか耳に慣れてなかったですけど、今は当たり前の時代だからNFT も当たり前の言葉になってくるんでしょうね、うん、ああ、私も唯一無二の存在になりたいです、うん、もうなってるよ。あの NFT とかブロックチェーンとかこう馴染みのない新しい技術や環境っていうのは、そこから今の私たちの想像を超える何かが将来生まれるかもしれないですねって考えると楽しみじゃないですか、ね、長生きしましょうね。そうですね。滋賀経済ナウ、次回もどうぞお楽しみに。